できる計算というふうになります。今日は帳盤4回引くつもりでいるんでね、先日ね同じ確率の最強チェリーを4回引いたんですよ。16384で帳盤4回はありえる、ありえる。あと3回ダブダブで、まあ左ギル狙って2連7が停止すれば7揃い確定なんですけども、結構青7も長番中は揃うんで、右リール中段にバーをビタ押ししますね。4コマ滑りで青7が右リール中段まで押してくれば青7揃い1角となります。うわ惜しい、あーもうバカ一応800ゲームで引きましたね。ゾーンに差し掛かってるんで、もしもこの800ゲームがゲーム数解除の32ゲーム前ちょうどだった場合は本前帳中という扱いになりますから、これベッド叩くと同時にもう1回押す番長ランプついて番長ボーナス確定となります。いただきラッシュといった場合はダメ。いただきラッシュ帳盤の後のいただきラッシュ50ゲームぽっきりで終わらせるようだと本当に500枚も獲得枚数いかないんでね。